洗濯機のさ終わる音めっちゃ嫌いなんだよね。よきげんよう。こんにちは。待って、乳液を塗りたいと思います。ねえ、もう口内炎できた、無理、泣いちゃうわ。しかもあれだ、唇の横、横じゃない、裏。洗濯機のさ、いや、まあ家電全般しょうがないんだけどさ、洗濯機とかさ、あの電子レンジとかさ、音大きいじゃん。それがなんか無理、無理っていうか、そんなあの張り切ってもらわなくてもって感じになる。すいません、すいませんってなる。なんか音大きいの、音大きいの、いや、いいんだよねって感じなんだよな。こんにちは。待って、とっても寒いけど、私は何が、ちょっと待って、着れそうな服を探してきた。しかもあったかそう。これを着て洗濯物を乾かす。え、ね、でしょ。うわー、え、ちょ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 、洗濯機を、でも今日さ、え、今日さ寒いと思ってたんだけど、意外とそうでもない、日が出てるだけ、気温は低めなのかな。はい、これセット、朝くー、え、てかマジ今週イベントじゃん。ハッピーハッピーハッピー。あ、風がめっちゃ冷たいのか。日はあったかいけどってことね。ピエンだね、それは。え、これのカゴね。カゴカゴ。え、なんかこのパジャマ、え、このパジャマ洗濯したらなんか縮んだんだけど。気のせい、気のせいか。まあ、そういうこともあるわな。かなり寒いんだって。マジ？やだな。かき氷食べに行こうと思ったんだけど。かき氷食べに行こうと思ったけど、行きたい、一番行きたかったお店は日曜日やってないんだった。泣いたー。また明日行きます。待って、これ私、あ、違うわ。あ、そうだそうだ。あれ、私洗濯したいもの洗濯した？なんか少なくてびっくりしちゃうな。強風すぎて出かける気にならんだって。マジ？あ、境寒いだって。やだなー、やだなー、痛くないな。
これ見さっきオカリナからさ LINE 来てさ、シャワー上がってさ携帯見るじゃん。シャワー上がって携帯見て、そしてオカリナから LINE 来てたの。だから普通に返信したらさ1分前だった、メッセージ来てたのが。面白い、秒で返信する人になっちゃったじゃん、タイミング。よし干すぞ、頑張ろうのコーナー。ヒーターはつけっぱなしにしておこう。あー、でも待って、なんか他にも洗わないといけないものいっぱいあった気がするけど、まあまあまあ、洗濯機なんてまたすぐ回せばいいですからね。なんか見た目は全然今日あったかそうなんだけどな。鬼救急車、ピッチピッチ。お腹すいたねえ、お腹すいたけどさ、あお腹すいたけど本当に太ったわ、本当に太ったわっていうか、まあそりゃそうだろうなという、そりゃそうだろうなという食生活っていうか生活を送ってるんだけど、痩せてえな一旦一旦とはって感じ。でもお正月あるから、お正月までに痩せてちょっと太ってもまあ許容範囲だよねみたいな感じにしたいよね。そうなんですよね。鳥が鳴いている、かわいい。あこれそうだ、洗濯しなきゃ。ASMR すぎない生活音 ASMR すぎない。これとあこれあこれ、よしできた。あ、和田虫さんがプレゼントくれた、ありがとうありがとう。あ、夜の方がもっと気温が下がるの嫌になっちゃうな、嫌になっちゃうな、寒いの嫌なんだよね寒いのってさ本当に嫌だよね。皆さんあったかくして、マジで風邪ひかないように。あ、久しぶりに配信来れました、めっちゃ嬉しいです、ありがとうありがとうございます。最近は結構中途半端な時間に配信してるので、ただ見れる人は見れるし見れない人は見れないみたいな感じでやらせてもらってます私やらせてもらってます。カツ丼食べ、やばい、味噌カツ食べたいな。この前味噌カツ食べたんだけど、あれ何のお店だったんだっけな。味噌カツってたまに食べると美味しいよね、毎日食べたいってなる。いらないんだけど毎日は。ごきげんよう、ごきげんよう。でも寒くなってきたしな、なんか味噌ラーメンとかさ豚骨ラーメンとかさ、そういうこってり系のやつ。あー私しんどいな、インスタ全然更新してないな、一生言ってるな、毎日言ってる。いやーしなきゃなと思ってんだけどな。ネットで買ったお洋服洗濯してみた。あ、原料モチベどっかで上げないとワイも結構ヤバめです。嘘、そうなん、モチベ下がり系最近はあれですか。でも寒いとさ運動する気起きないよ。冬の方が痩せやすいですとかさ
言うけどさ、いやいやいやみたいな、脂肪燃焼のチャンスですみたいなさ言うじゃん。いやいやいやって感じだよね。こしとらシュッ、キューちゃんプレゼントありがとう。お、よし。え、でもこれかわいいよな、足長効果的な、足長効果的なノリで、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、おい、これコロ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 した方がいいかも。あとすぐ伸びるかも、もしかして。ピーピー、え、ってか聞いてほしいが、聞いてほしいが、昨日私かき氷食べたんだけど、なんと実に10日ぶりのかき氷だったんですよ。やばいと思いませんか。おかしいよな、10日ぶりのかき氷。え、マジで元気出たマジでなんかもうかき氷屋さんに着いた瞬間に元気出たもんな。うわーみたいな、イエーイみたいな。本当に私の機嫌を取るのはもうかき氷なんだと思った。最高。あ、こんにちは、こんにちは。いや、マジ美味しかった。で、久しぶりだから2つ頼んだし、同じお店で最高。え、待って、これベッタベタなんだけど、え、これベッタベタなんだけどえ、なんでこれこんなベタベタなんだろう。全然脱水、全然脱水が。そう、昨日あったかかったから割とかき氷。え、でも本当にマジで、あの都合のいい友達が欲しいんだけど。本当に私より早く起きてお店に行って台帳に記入してくれて、あ、何時頃にお店来てくれたらいいよみたいな感じで、あのお金は私が出すから、本当にそういう、あの都合のいい友達が欲しい、かき氷。いやー、無理なんだよな、その早く起きてさ、早く起きて、あの人気のお店の台帳記入しましょうみたいな、無理なんだよな、無理なんだよな。バイトか、バイト雇っちゃいます。そういうバイトならやりますって。本当？本当？なんだこの服。あ、私が買った服だ。そうだ、え、これ可愛くない？そっちが。でもこれ可愛くないと思ったんだけど、どう考えても夏の生地なんだよな。夏の生地なんで今なんかさ、おすすめみたいな、なんか激アツホットみたいな感じで表示するの、わけわかんないんだけど、なんだか夏に着ろってこと？夏に着ろってこと？この服。いや、生地薄すぎやろ。ネットで買うとわかんないから。しょうがないですね、しょうがないですね。夏の生地、いや、どう考えても、だってもう向こう側透けてるもん、透けてるもんっていうか、透け感ある系の、いや、ない、オーガンジーみたいな、本当にスケスケではないんだけど、あの生地が薄くてちょっとさ、向こう側透けるやつあるじゃないですか。もろそれって感じ。よいしょ、細かいのを干していくぞ、イエーイ。今日は何を着ようかな。てかさっきオカリナからかき氷行こうよみたいなライン、最高マジで。いや、聞いてくれ、ドラさん結構でもないわ。なんかちょっとかき氷ハマってくれる同期がいて嬉しいんですよね。かき氷ってさ、寒いじゃんみたいな、嫌なんだけどみたいな、冬はさ結構言われがちなんだけど、鮭もさ、か
き氷インスタ載せてたりとで、この前も2人で行ったしさ、でオカリナもさ、なんかことあるごとに、ことあるごとにってか、私オカリナとさかき氷行こうよしか LINE してないんだけどさ、ハッピーハッピーハッピー、いいね。これがきっとなんかさ、パンケーキとかさ、なんか何も別のちょっとカロリー高そうなとかだったらあれかもだったけど、かき氷というのがまた絶妙でよろしいですよな。またそれがよろしいですよね。わかります。あ、オカリナとどこのかき氷行こうかな。でも最近行ってない、じゃ最近行ってない、そもそもお店行ってないから行ってないお店多すぎて、マジピエン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 。姉と最近全然かき氷行ってないね。いや姉繁忙期なんだよね、繁忙期で。やっぱ年末だからな。姉とかき氷行ったのとか去年の7月とかかも。それぐらいに行ったのが最初で最後みたいな気がします。そう、今年じゃなくて去年。あー、あ、ごきげんようだって。ごきげんよう、ごきげんようです。ぽい、ぽい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 。最近のかき氷屋さん冬場は販売してませんだって。え、それどこのかき氷屋さんの話？そうだけ、なんか喧嘩売ってるみたいになっちゃった。かき氷専門って思ったより多いからな、全然。でもそういうとこもあるんだよな、なんかかき氷は夏場だけですみたいなところもあるから、そういうところもあるんだけど、かき氷専門店鬼のようにあるからな、困らないです、助かります。マジでお気に入りのお店の駅に住みたい。家賃どれぐらいなんだろう、あれ何区なんだろうな。そんな毎日通っちゃうけどな、最高じゃない。でもそういうのいいよね、本当にさ、自分の趣味に捧げるというかさ。いるじゃん、なんかさ、ファンの人でもさ、STU さん応援したいから瀬戸内に引っ越しますとかさ、なんか新しいグループじゃ新潟できるんで新潟に引っ越しますみたいなさ、そういう人いるじゃないですか。ちょっとなんか前まではマジで気持ち分かんなかったの、え、この人何言ってるみたいな、え、会社辞めて引っ越すとか何言ってるみたいな感じだったけど、まあ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 、分からんくもないかもという感じになって、なところにたどり着いたかき氷に関しては、みんなどうとか言って笑った。よいしょよいしょ。てかさ、ちょっと悲しいことがあったんだけどさ、でもさ、それなんかどうしようもないなというかさ、なんか自分が知らない間にもしかしてなんか悪いように仕立てられてますみたいな、え悲しいなみたいな、なんでみたいなさ感じのことが起きててさ、はにゃ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 ってなってるんだけど、まあしょうがない、人生そういうこともありますわな、生きてればね。いや本当に近いってすごいよ、近いってめっちゃいいよな。近いってめっちゃいいよっていうか、ただ私がそんなにめっちゃ行動力あるわけでもないから、近いとパッと行きやすいって、その1時間かけて行きますみたいなさ、そういうのしんどいからさ、
あで今から行きたいと思っても、あ今から行っても電車間に合わないわみたいなさ、1時間かかるわ、あ終わったみたいなのもあるからさ、近いっていいよね、本当に。そう、待って、この干し方良くないな、この干し方は良くないわ、こっちにしよう。んかパンパン、どうしたもんか。そう、近いのいいねってなる。で難しいよね、難しいよねっていうか、人生ハニャハニャの連続。えでもそうだよね。えでもさ、それは不義理じゃねみたいなのされるとさ、いや別になんか自分もそんなめっちゃ義理がたいわけじゃないけどさ、えなんかええみたいな、なんかいやー難しいね、難しいですね、こればっかりや、もうどうしようも、終わったことだしなみたいな、終わったことやしなみたいな。えでも私の知らない間にいろんな物事起きてたけど、もしかしてこれ謝んないといけないの私じゃねみたいなもしかしてこれ謝んないといけないの私じゃないみたいな感じになってて、はにゃはにゃすぎますな。でもこんな人生そんな思うよな。どこに挟もうかな。オッケー。やばい、足りないかもしれない。足りないかもしれないっていうのは、挟むところが別のあれにするか。これはいや、これはこっちに干さないといけないが、これをこっちに干すことにしよう。いいね。やばい、待って、ちょっと寒くなってきたっていうか、手が冷たい手が水に濡れたものをずっと触っている。手が冷たくなってきた。しんどいよ、末端冷え性。言うて末端冷え性じゃないのかな。末端冷え性やばい人ってマジで末端冷え性だろうしな。よいしょよいしょ。これはこっちだ。あ、なるほど。空町行きたいな。空町って心が踊りませんこと。洗濯物干すのってさ、地味に時間かかるよ、ね、それなやってらんねえな。いやでも洗濯物干すの好きなんだよね。食器洗うのも好き。よし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 。ルームソックス新しくしたので今年あったかいです。いいね。私あれだ、モコモコの靴下にルームソックスみたいな、ルームソックス、なんかあれなんて言ったらいいの、あれってなんて言ったらいいんだろう。モコモコの靴下は通じるじゃんきっとみんなに。モコモコの靴下と部屋用のスリッパに似た形の、でもスリッパじゃないよみたいなやつあるじゃんそれ最近履いてます。プレゼントでいただいたやつなんですけど、ありがとうございます。よし、干し終わったぞ。ナイス。
これと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 、しゃ、携帯、ま、あれ、みんな私の携帯知らない？あれ、私の携帯どこですか？こっちかな、持ってきてないってこと。もう持ってきてないのか。腰がなんか謎に寒って窓開けたからなんですけど、やっぱ換気が大事かなと思って、ちょっとヒーター、え、携帯ないんだけど、ちょっと待って探してくるわ携帯。どういうこと？見つけてきました。ちょっとヒーターで秒で手を温めたいと思います。久しぶりにリアルタイできた。だってありがとうございます。あったかー。ヒーターってすごい、考えた人マジですごい。クマさん、クマの飾りありがとう。あ、ごきげんようだって。ごきげんよう。カップヒーター買っていつまでも冷めない作業を楽しめる冬になりました。だってカップヒーターか。カップヒーターって全然あれだ、考えたことなかった。考えたことなかったっていうか、そういうものがあるのか。え、それってあれなの、コンセントつなげないといけない系なのかな。では一応でもそういうことで、ね、その中に入れとけばヨーグルト作れそうだね。ヨーグルトメーカー的なやつ。わあ、ヨーグルトメーカーお引っ越ししたら買いたいな。買おう、ヨーグルトメーカー。意外と使わないか。ヨーグルトメーカー持ってる人います？やばい、このズボンのさ、ウエスト縛る紐あるじゃん、左右でめっちゃ長さ違うとえってなるよね。なんでこんな左右違うんだろう。よいしょ。あら、こんにちは、こんにちは。寒すぎる。あっちの、ちょっと窓、あっちの部屋だけ窓開けることにして、っていう感じにしよっかな。よし、はっ、雪だるまが来た。伝じろうさん、雪だるまありがとう。うわ、なんか髪の毛パサパサかもしれん。そんなこと、いや、そんなはずは、そんなはずはない。もう一個つけちゃおっかな。もう一個続けよう。これドライヤー、これってヘアオイルはさ、ドライヤーの前なんだけど、これってワンチャンドライヤーの後
説あるんだよな。まあ何でもいいか何でもいいか。 OK。 あ、こんにちは、こんにちは。日曜のこの3時の時間ってどれぐらいの人が、どれぐらいの人があれなんだろう、見てくれてるんだろう。聞いてる聞き線の人も多いのかな。そうだ、私爪切ろうと思ったんだ。こんにちは。あ、フォローしましただって。やった、フォローありがとうございます。よかったら1月のイベント来てね。チケット代そんな高くないので。どういうおすすめやねんって書いてある。チケット鬼高設定じゃないので、ぜひよかったら遊びに来てください。空いてるかな来月の。でもそう考えるとさ、イベントも1ヶ月後とかなんだよね。1週間ごと1ヶ月ごと。早いな、早いなっていうか、早いなっていうか、つまりゆずかとハータンとチャケの卒業公演ももうあと1ヶ月以内にはもう終わってるって、以内ではないけどさ、あと1ヶ月でもう終わるってこと、すごいな。まあでも1月2月とかまでまたなんか卒業ラッシュみたいなね感じやもんな、感じやもんなね。本当にね、難しい、あ、なんて悲しい現実ね。そう、そうなんです。1月のイベントの会場めっちゃいい映画館なんですよ。みんなあの劇場みたいな硬い椅子じゃなくて、ちゃんとなんかあのそれぞれ独立してる、多分 NGT さんみたいな感じの席になってて、で机もあるの、なんか鳥だなんて言ってんの、ガシャンみたいなできるテーブルがあって、なんかそこに荷物置けてみたいな、でモニター大きくてみたいな。あそこの会場本当にいいと思う。それが UDX の中にあるのすごいよね、すごいよね。靴下履きたいな。そうそうそう、私のイベント1月21日私イベントするし、チャケの卒業公演もあるんです。だから私終わったら、イベント終わってなんかスタッフさんとかに挨拶終わったら速攻で劇場移動するんだよね。移動するんだよねって、移動するんだ。多分卒業ブロックは全然見れると思うんだよな。楽しみだな。ドレスどんな感じかなとか、みんなドレス楽しみだね。最後に何歌うのかなとかさ、何喋るのかなとか、楽しみだよ。みんな6年お疲れ。6年って長いよな、長いよなだけど、長いよなだけどって感じだよね。ドラさんはしょうがないね。アラームが鳴りました。こんな時間にアラームセットしたっけ？いや違う、今日アラームいっぱいセットしたんだよね。オッケー。シュッ。失礼いたしました。で、ちょっと靴下、普通の靴下でいいから、ちょっと。持ってこないと。足が死んじまう。手も死んじまう。激ヤバみ。そしたらちょっと待ってて、うわっ、これさあ、分かったぞ。みんなの最近楽しかったエピ教えて。
楽しかったおわ嬉しかったエピあります？あります？どうぞ。私もちょっと楽しかったエピを考えながら靴下取ってきます。おお、いいじゃん。劇場でツーショット撮れた。だっておめでとう。え、劇場ってまだピンポン？まだピンポン？でもたまになんかピンポン成功したみたいな流れてくるような気がする。あ、ちょっと爪切り取ってくるかな。あ、マジで何もなくて淡々と年越しが近づいてます。まあそういう年もあるよな。あ、今朝かわいいお姉さんと LINE 交換する夢を見ました。だってでもさ、かわいい、あー、かわいいお姉さんと、かわいいお姉さんと LINE いいな。いやいいな。私も可愛いお姉さんと LINE 交換したいと思ったけど、と思ったけど、で私の LINE の友達のさ、半分以上多分メンバーとかなんだよな。半分以上ないか、半分ぐらいかな。だから言うて、言うて綺麗なお姉さん、可愛いお姉さんは間に合っているのかもしれない。寒。これあれか、先にドライヤーした方が、いや、爪を切って、先に爪を切ってから。うわ、このヒーター向き変えられるの天才でしょ。さあ、今年、いや、こと、いや、この今のネイルマジ気に入ってなくてさ、今のネイルマジで気に入ってなくて、今年中に変えようかなと思ってるんだけど、でもネイルサロンってさ、なんか探すの私マジ予約とかが向いてないんだよね。本当になんか探して、あ、じゃあ何日の何時みたいな、本当に向いてなくて、当日に決めたい系なんだけど、あ、今日ネイル行こうみたいな、で空いてるとこ探して行くみたいなのが好きなんだけど、で年末とか結構あんまそうもいかないからさ、なんかどこもかしこもさ、なんか枠埋まってきてますみたいな感じでさ、インスタとかにも書いてあるからさ、あ、予約しないといけないのかなみたいな思いつつ、何もしてないっていうね。よいしょ。でも行きたいところいっぱいあるな。行きたいところっていうか、最近あれだ、歯医者さん行ってないからまた歯医者さんも行きたいし、大変だよね。あ、こんにちは、こんにちは。え、
最近した謎解き楽しかった。だってそれさ、リアル謎解きの方、リアル謎解きの方か普通のあれ、リアル謎解きってあの脱出ゲーム的なやつってことかな。こんにちは。そうネイルさ、そう常にそう体の一部になってるからさ、気に入らないデザインなの本当に嫌なんだよな。なんかネイルするのってさ、え可愛いみたいな、あげーみたいな感じにしたくてさやってるのにさ、それテンション上がらなかったらさ、ちょっと意味なさげないよね。いや前の方がすごい好きだったんだよな。だからまたなんかでもシンプルな感じの可愛い感じのにしたいかなみたいな。よよ、あナイス、あいいね。私爪切るのうまいかも。いや爪切るのにうまいも下手もないかも。できた。ウィーイ。いでででで。靴下はこーっと。待って、なんかさ、爪切っただけで体力の消耗がすごいわ。どういうこと？え、どういうこと？って感じやで。謎に。爪を切っただけなのに。あれ、私今日なんとかなれ靴下って言ったっけ、さっき。言ったような気がする。言ってないような気もする。よくわからない。いけ、よし、オッケー。あ、靴下っていいね。ってかすごい、いやこれ絶対私だけじゃないと思うんだけど、あの冬用のモコモコの靴下って結構あの丈っていうか長さが長い、結構ふくらはぎ全ふくらはぎの方まであるじゃないですか。そうだからそのパジャマをそのモコモコの靴下の中に入れるのがあったかくていいよっていう、ただのおすすめです。気が向いたらみんなやってみて。いやでも本当冗談抜きで本当にあったかいのと、まあ、見た目がいい滑稽でとっても滑稽でいいと思います。なんかテンション上がるんだよね。そう、えめっちゃわかるね、めっちゃわかるよね、本当にわかるよね。それがよし、ちょっと待ってよ、これをこうして早速やりました。いいね、かわいい、モコモコの靴下履いてるってこと。あ、やばいやばい、ごめんなさい。ドライヤーしようっと。あったかいんですよ。みんな、ぜひやってみてね。あ、ごきげんよう。あ、そうそうそう、野球のユニフォームみたいな。え、野球のユニフォームってあれってインしてるの？インって言っていいのかわかんないけど。私は窓閉めてこようと思ったのに、閉めてないわー。ポイッと。よいしょ。よいしょ。危険よ。味噌カツが食べれるファミレスってあります？
わ、ワンチャンなんか期間限定とかでやってるとかありそうだけど、でもないか、なんかさ、沖縄フェアとかならまだしもさ、あんまりさ、東海というか名古屋というかさ、その辺のやつないよな。ドライヤーします。ファン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 。いやでも、なんか髪がなんか、まあこんなもんか、こんな髪こんなもんか。待って、私の使いたいタオルあっちに置いてきたかも。ちょっと取ってきます。ちょっと行ってみたいかき氷屋さんあるかも、調べようっと。りょ、でもお店の名前がわからないお店、よし、なんて検索したらいいんだ。こうだ。検索。あ、出てきた。
え、このかき氷おいしそう、このかき氷おいしそうだけど絶対東京じゃないだろ、絶対絶対これ京都とかだろ、知ってるぞ。うわで、お、これどこですか。え、なんか愛知のグルメ載せてる人がいるんだけど、めっちゃ美味しそうなんだけど、これ全部愛知なんかな。え、愛知ってもしかして食べ物しかない悪口、悪口かもしかして。このアカウントやっぱグルメ食べ物のしてくれる人いいな。ちょろ、激ちょろなんだけど、あれちょっと待ってね。いやー、このお店も行きたいんだけどな。でも気になっ、違う、あ、休憩終わるからお仕事戻るね、だって。ありがとう、お仕事頑張って。あー、名古屋って、え、名古屋ってあれ B級グルメっていうあれなん。わ、ここのお店さ、わ、美味しそう。そう、ここのお店行きたいんだよな、ここのお店行きたいんだけど。えー、このお店ってマジか。やだ、でも今さ、お腹空いてるからさ、お腹空いてるから、あの、すべて美味しそうに見える。私の、あ、思い出したぞ、私の目当てのお店、いて、椅子が、なるほどな。美味しそう。え、美味しそうだな。このいったん寝ないで、ここのお店じゃなくてもう一個別のところ、いやでもやってなさそうなんだよな。なんて検索してないんだろう。あれ、私こっちのアカウントでフォローしてないのかな。してないよね。それが恋と気づいた今さら。あ、いや、やってるな。美味しそう。無理。でも昨日食べ過ぎたんだよね。昨日食べ過ぎたんだよね。だし普通に太ったしな。でもさ、かき氷食べないとさ元気出なくない。かき氷食べないと元気出なくないっていう感じなんで。うわ、いいな。あ、ちょっと待って、土日、土
日、日曜日、こちら、大変そうだな、大変そうだなっていうか、ご飯屋さん、そのご飯料理系お店ってさ大変そうだよね、仕込みしてさ。やばい、お腹が空いて力が出ない、ピーピー。あ、和田さんがプレゼントくれてる、ありがとう、ありがとうございます。やばい、私が独り言しか言わないせいでみんなコメントしてくれないって。ごめんね、一生独り言喋っててごめんね。そんな独り言でもないんだけど、今日の晩ご飯何作るか考え中ですだって。私は何食べたいかな、むずだって今差し出されたら何でも美味しそうに食べられる自信ある。美味しそうにっていうか美味しく食べられる自信があるな。でも何がいいかな、あんま最近食べてないやつだと嬉しい嬉しい、きょんちゃんの独り言聞いてるのも好きな時間の過ごし方ですよだって。え、それさ、わかんない。でもさ、コメント、いや難しいな、別に。難しいなっていうか、コメントを別にするのがあれでもないしな。でもさ、やっぱしてもらった方が嬉しいっていうのと、配信者側からするとね。してもらえるのがと嬉しいなっていうのと、してもらえないと、あ、みんなそんな、まあそうだよなみたいな、アイドルも卒業したし、別にもう一般人だし別に好きなわけないよなと思って、いやもうだからそうなんだよな、だからもうコメント来ないのが普通なんだけど、だからでもだからコメントをしたくなるような配信をしてないっていう自分がね問題なんです。私ってもしかしてめんどくさい女そんなはずないんだけど、そんなはずないんだけど、私の愛情表現がどうのこうのみたいな、そんなん言うタイプの女ってこと、そういうの言うタイプの女ってことかな。独り言多いのが楽しいよだって。いやでもコメント来ないから独り言言うしかないなと思って、間を持たせるために、だって無言になったらさ、みんな何この配信ってなるじゃんだってせっかくだから聞いてくれてる人もさいるわけじゃん、きっと。そうだからせっかくね聞いてくれてるわけだから、何にも話さないのは違うよなと思って。めんどくさくないよ、本当に良かったよかった。みんな、いや難しいね、愛情表現ね、難しいね愛情表現とはって感じがしますね。一般人とみたいな。そういうの言うタイプじゃないってさきちゃんが言ってました。だって多分昔、それさきちゃん本人がってこと、本人、さきちゃんがきょんちゃんはそういうタイプじゃないってことって言ってたってことか、さきちゃん本人の問題それ。さきちゃん元気ね、さきちゃんさきちゃんそうじゃん、さきちゃんもかき氷誘おう、
カリナばっかりじゃなくて。いやでも思った私。いやでもまあ東京来てだからむずいね。だから AKB 友達いやまあいるんだけどむずいよね。むずいよね。友達むずいよね。友達東京に本当にあれだ友達がいなくてさ困っちゃうよね。さきちゃん来週からクリスマスまで舞台。じゃあ今週がチャンスってこと？ね、舞台の初日、チャンスとかじゃないじゃん。だってじゃあもうお稽古真っ盛りってことだよね。あ、じゃあクリスマス終わってからクリスマスパーティーしようってこと？クリスマス終わったらクリスマスパーティーしようってことだ。そう今年も1年お疲れ様でした。お互いアイドルじゃなくなりましたね。乾杯。いや本当にそれ急にコメント来た嬉しいハッピー。いやそうなんだよ。大人だったらさそう自分からなんか連絡しないとさ友達どんどんいなくなるよね。いなくなるし会うことがない。学生のような友達できるのね。できない。難しい本当に。あこんにちは。社会人になって職場の人多いから友達欲しくなるね。わかるよね。本当にそう。あそれも忘年会だって。いや忘年会じゃあさきちゃんだからさドラさんとさあでもゆずかはあれがあるしむずいね。新年会だからチャケの卒業公演も終わったらドラさんみんなで集まったらまあいいか。みんなバタバタしてるもんねきっと。あ詳しい。さきちゃん28日イベントのゲスト出演あるから26日か27日がいてもありがとう。詳しい。詳しい。そういうの大好き。26か27。本当？どっちにとりあえずさきちゃんって入れとこう。さきちゃん、OK、26と27ね、OK、さきちゃんハッピー。なんでこんな急にコメントしてくれるようになったの。みんなありがとう。みんなもしかして私のこと好きなのかもしれない。友達と休み合わないからだんだん遊べる子いなくなる。そうだよね。休み合わないと本当に会えないよね。引っ越してから会わない。推しが友達みたいだって。ああそうか。引っ越しとかああでもそうでも距離の問題ってさ距離の問題って結構大きいよね。どう考えたって。でもだから地元帰って会ってくれる友達ってマジで優しいな。マジで優しいな。ハッピー。何しようと思ったんやったっけ。コロナで距離空いた人もいるしな。だってでもさまあコロナでじゃあさまあもうほぼほぼの人と距離空くわけじゃないですか。でそれでそこからまたさ関係が復活しないってことはまあでも時期にそうなる関係性だったってことじゃない。ごめんあんまそのさ関係値を知らないから外部の人がさ言うのはあれだけどさ時期に切れるようなご縁だったんならね
コロナでね、なんかね、整理されてよかったじゃんねーって、よかったじゃんねーって感じだよね。あ、確かに友達と予定合わないと、あ、友達とお休み合わないと休みの日にオタ活してさらに大変よ、だって。それはそれで幸せだよね。休みの日一人でいるよりはさ、なんかやっぱやることあった方がいいじゃんね。あ、また連絡するわで別れると平気で1年過ぎる、だって。マジ？マジ？まあでも忘れるもんね。でもふと思い出してさとかさ、本当に自分の都合のいい時にさ、 あいつ呼ぼうみたいなさあの子呼んだらええやんみたいな感じです。でもマジで、いや、持つべきものは友と行きつけのかき氷屋さんである。本当にそう。あ、インスタで生存確認。あ、でもインスタつながってるんだったらいいよね。なんかストーリー上げてるの見たりさ、そしたらなんか一応なんか、あ、どこどこ行ってんだなとかさ、あ、これ食べたんだなとか、あ、恋人できたんや、おめでとうみたいなとかさ、わかるからいいよね。インスタすらつながってないとさ、本当にその人のさ状況がもうマジでわからないわけじゃない。インスタって便利だな。あ、ふとしたタイミングでまた会うようになった友達もいるから、ごめんって不思議だなって思うって。あ、ふとしたタイミングで、あ、だから同窓会とかで久しぶりに会って、え、でも同窓会ってマジすごくない？すごくないっていうかさ、学生ぶりに久しぶりに会ってさ、学生の時全然喋んなかったけど、めっちゃ気合うなみたいなさ、めっちゃ悪くない？気合うなとかさ、あ、こんな感じだったんだみたいな、意外とね、意外とあるよね。年末年始の予定聞かれて答えたけど、友達そっから一切連絡ないんだけどって。そりゃあの、もしもーしみたいな、あの、おいラインにしたらいける。もしもーしみたいな。あれ、あ、これだ。子供ができたらさらに連絡取りづらい。え、でもなんかさ、なんかちょっとわかるかも、わかるかもっていうか、いや、まだそんな子供がいる友達、まあ、地元に住んでるわけでもないしさ、私まだあれだけど、誰々さん結婚してるから土日は誘ったら申し訳ないなとかさ、そのお子さんいるから忙しいよねみたいな感じで、こう気を使ってさ誘わないみたいな感じなんだろうね。でも難しい、優しさだよね。でもさ、本人からしたらさ、友達いなくなっちゃって悲しいよね。いなくなっちゃってというかさ、まあ、みんな気使ってくれて優しさだなって多分分かってるとは思うけどさ、誘われたらだって絶対嬉しいわけじゃん。難しいよね本当に。だからでも本当にさ、人生のさあれによって関わる人ってどんどん変わっていくよね多分。その未婚の人は未婚で固まるんだろうし、既婚の人は既婚で固まるんだろうし、お子さんいらっしゃる方はお子さんいらっしゃる方がやっぱ話とか合うじゃん。その人生のさステージが一緒というかさ、ステージっていうか、ね、フィールドというか、なんか何て言ったらいいの、ステージっていうか、なんか上下関係がありそうな言い方だな、なんて言ったらいいの、枠組みがさ一緒な人たちがやっぱ
話も合うしいいんだろうな。待ってめっちゃかき氷食べたい、受けた受け待ってめっちゃかき氷食べたい、受けた。頑張るぞ。既婚者マジで誘えないだって。だから意外とどうなんだろう、いや分からんな。既婚ご結婚されてる方か、友達いなさすぎてまだ。でもこれからだよね。でもこれからだし、もし私が地元とかにってなったらまたなんかね変わりますよね。そうなんですよね。難しいね、人間関係難しい。新しい出会いとかなかなかないし。ピッピッピッ。最近周り結婚乱しすぎてびっくり。ゴチ地元の地元の友達本当に。いやーでも結婚はおめでたいよね。いいなー結婚なー。いやー結婚したいんだけどなー結婚みんなねみんなってさ、みんなって結婚願望あります？あ地元の友達とか、あお友達おたともとか馬先の先輩、おお、じゃあ本当に周りの身近な人たちってことね。おめでたいねそれは。みんなって結婚願望あるの？あんまりあれですか。仲いい友達の中で結婚してないの自分だけになってしまった。逆にいいなそれ。逆に気楽じゃない？そうでもないか。我が道を行くみたいな。めっちゃ年明けの同期の結婚式で出会いを探す予定。ね、同期の結婚式とかさ、同級生の結婚式とかってね、合コンの場なの合コンの場になっている、もしかして。あいい人と出会ったら結婚したいか。ああまあそうだよね。まあみんなそうだよね。結婚な、いやなんかさ、でも結婚ってさ、結婚とかさ、子供を産んじゃったらさ、もう自分の人生じゃないじゃん。いや自分の人生なんだけど、自分の人生なんだけどっていうのは自分最優先ではもういられないじゃないですか。それが無理かもみたいな。無理かもっていうか、私結構あの縛られるのとかめんどくさいんですよね。めんどくさいっていうか、結婚したらもう夫婦の自分で、独身だったらさ自分の人生自分のことだけ考えて生きてればいいけどさ、結婚したらさ、あの相手のこととかさ、相手のご家族とかさ、そのお互いの家族の親戚のこととかもさ考えないといけないわけで、子供が生まれたらさ、今度はもうなんか自分の人生っていうよりも母親としての人生みたいなさ感じになっちゃうわけじゃないですか。それ大変だなーみたいな大変だなーっていうか、なんて言ったらいいんだろうな。でも難しい、だから難しいよね。難しいよね。もうだからさ、独身が一番良くないか独身か子供を産まない、結婚はするけど子供は産まないっていうのがいいんじゃないかっていう。
もうとなんかそういうちょっと悲しい考え方になっちゃった。いやーまあでも子供は欲しいけどな、欲しいけどなっていうか、欲しいけどね子供は。あ、親は心配するよ、親は心配するよ。あ、結婚、え、あんたまだ結婚しないのってこと。私何歳になったら言われるんだ。え、みんなさ、みんな何歳ぐらいから言われるようになって、何歳ぐらいから言われなくなるの。でも意外と、でもずっと言われる、もしかして。ああ30代は言われてたな。だって待って、名前かき氷さんなんだけど。え好き。あ、一切言われなくて逆にガチで心配する。あ、逆にね、心配してる。じゃあ逆になんかプレッシャーになるの良くないから、あんまり聞かないでおきましょうみたいな感じだから。女性30過ぎた頃から言われるかもになって。ああ、でもじゃあその時もめっちゃ、じゃあバリバリ仕事頑張ってたら、まあ仕事頑張っても言われるか、いい人いないのみたいな言われるか。なんかめんどくさいな、そう考えるとめんどくさいな。なんかえ、めんどくさいなそれ。で、人と会うたびにそういう会話しないといけないってこと。ストレスだな。まあまあまあ、どっかしらにいい人いるでしょう。あ、田舎20代から言われたりするので。え、でもそうだよね、田舎は言われるよ。でも都会もアラサーだったらね。40歳以降は何も言われなくなるだって。ああでも確かに40歳超えてだったら、あ、もうこの人は自分の道を行くんだろうなみたいな。全然それでいいと思うけどな。全然独身。そう、今はなんかさ、結婚しないなんか一番いい人生なんじゃないかとか思っちゃうけどね。まあまあまあ、まあ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 、ああ老後の心配やだ。なんか大人になると考えることがいっぱいで嫌になっちゃうね。そんな私なんかまだそんなさ、あれだ、なんかその何、親の介護がとかさ、どうのこう、なんか他のいろんな問題とか別にないから、まだ全然あれだけど、大変だよ。なんか生きれば生きるほどさ、問題って起きない？あれ、この前までこんな感じじゃなかったらなかったけどなみたいなさ、あるよねー。おかしいなみたいな、ふにょ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 ってなるよね。よいしょ。そう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 。あら、ごきげんよう。親の高い買い物手伝った時にめちゃめちゃ思ってた。
親の高い買い物手伝った時に、ああそういうこと理解した。そう、なんかまあでもそれはそれでね、それはそれでまあ面白いよな、面白いなっていうか、新しいことが起きるのはまあでもそういうのあるとさ、マジであれだよね、何にも起こらないのが一番平和なんだなって、一番平和で一番幸せなんだなって思うよねー、本当にね、びっくりびっくりびっくり。今年待って、おみずきと12月会おうねみたいなの約束してたんだよな。おみずきこの前会ったんだよね、おみずきちゃん可愛かった、相変わらず可愛かったし、相変わらず変だったわ。スッ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 、ごきげんよう。さっきからあくびしか出ない。お仕事行ってきますだって。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。頑張って。あ、こんにちはだって。こんにちは、ごきげんよう。ごきげんよう。あ、ピースさんがプレゼントいっぱいくれた。かわいい。ありがとう。プレゼント。ありがとうございます。何の話してたっけ。あ、結婚の話だよ。無理だよっていうか、無理だ、結婚したくないな。いや、向いてないんだよね多分。私あんまりマジで本当に、君はマジ好きなように生きていいよみたいな、君は本当に自分の好きなことだけして食えたらいいから、結婚しようみたいな人がいたらいいんだけど、まあ、いないよな、そんな人そんな人いないんですよね。難しいな、出会いってないよね。え、みんなマチコンって言ったことあります？マチコン、なんか友達がさ、なんかネットに登録するんだって、なんか何歳みたいな、何歳で多分顔写真とかどこに住んでてとか、地元でね、仕事は何でとかで、それでなんか人数適当に組んでくれるんだって、男女22でとか男女33でとか、なんかご飯会みたいなのを組んでくれてみたいなのがあるらしくて、それなんかめっちゃ友達行って頑張ってた。偉いよね。私もそういうの行ったらいいかな、楽しそうじゃない、はじめましてみたいな、よろよろよよよよろよろみたいな。いや、行ったことある昔。そういう人ほど急に結婚するから、ビビッときましたってこと。ビビッときました。今のはシーサーのものです。伝わらねえ。頑張りました。え、ちょいね、今の似てたくない？似てないか、似てないよな。頑張りました。ちょっと
また練習しよう。シーサーちゃんマジかわいい。シーサーちゃんマジかわいいな。あ、ちゃんと行動した友達はほぼ結婚したので偉いなと眺めてるだって。でもそうだよね、行動しないとマジ始まらない。なんか出会いないとか言っといてさ、だってそりゃそうだよ、出会うような行動をしてないんだもんね。そりゃ出会いないよな、何言ってんだってなるよね。すいませんって感じだよね。すいませんってなる。やばい、太った、テンション下がる。シーサー可愛すぎて無理。それなー、それなー。大学生バージョンのマチコンみたいな言ったことある。大学生バージョンのマチコンってやばそうだね。やばそうだね。それいい人いるの？本当本気で彼女探してる人いんの？まあ、お互いいないか。男性女性どっちも別にいないか。まあいい人だったら、いい人いたら付き合えたらいいなぐらいか。大変だな。すごいなんか人事みたいな。やばいよ、大丈夫かな。俺大丈夫。私も太りました。一緒だ。え、友達そこで出会ってまだ付き合ってる。勝ち、すごいね。それはすごいわ。いいね、相性良かったんだ、性格とか。まあでもそうだよな。ハンカチ落としてイケメンに拾ってもらうみたいな。わあ、でもそんな、でもさ、街中でさ、そんなある？街中で？あるかな？街中でそんなある？むずいな、街中か。でもまあ街中も言ってしまえば出会いの場。だからかっこいいなと思ったら話しかけたらいいってこと？やばい女じゃないそれって。すいません、イケメンです。海外でも、海外ってさ、なんかさ、結構話しかけられてるイメージ。なんかその服おしゃれだねみたいな、メイクかわいいねみたいな、なんか You are so cute みたいなさ、なんかイメージあるけど、日本人もなんかね、そんな感じになったらさ、おもろそうじゃない？え、その服どこで買ったんすかみたいな。え、じゃあカラコンだけ教えてもらっていいですか。あ、でも私女の人の前に話しかけちゃうかもな。たまに話しかけたくなる時あるもん。なんかお洋服かわいくてさ、え、すいません、それどこで買ったんですかって知りたくなってしまう時がある。男の人はないな。あ、自分がいた町コンは神楽坂の5店舗ぐらい。え、5店舗すごい。連携でしてるのかな。店に入ると女の子が座ってる席に案内される感じ。え、それってあれ、なんか何分ごとに回ってくみ、あ、チェンジでみたいなさ感じなのかな。いやー、そうだよね。日本だってもう、えってなるよね。えってなって終わるだけだよね、きっと。いやー、怖いからな。怖いからなっていうか、宗教の勧誘とかだってするじゃん。なんかやめてくれよ、そういうの。30分ぐらいだって。30分か、結構長いね。それさ、話というか、その相性が、あ、もうこの人ではないじゃんみたいな。でもこの人はどう考えたって運命の人じゃないじゃんみたいなさ、多分わかるじゃん。もう喋ってさ、多分5秒ぐらいでわかるじゃん。5秒は無理だ、30秒とかでわかるじゃん。それでさ、そのまま30分話し続けないといけないのさ、ちょっと大変だね。まあでもそれはそれで、まあそこでしか出会わない人だから、貴重なあれだよね、出会いではあるよね。あ、こんにちは。
お腹すいたな。結局どこのかき氷行こう。ふと昔見てた女性の大食い系の YouTuber さんの声を思い出したんだけど、名前忘れたから検索できないな。なんてお名前だったっけ。めっちゃ食べる人だったんだよ。顔出ししてない人で、優しい系の人だったんだけど忘れちゃったな。まあ何でもいいか。スン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 。あ、握手会でいいなって人いなかったのだって。それ聞きます。それ聞きます。握手会でいいなって思う人、いいなって思う人か。でもファンの人はファンの人じゃんね。ファンの人はファンの人じゃんねえだけど、あ、でもみんな居酒屋は行きたいなと思うけど、みんな居酒屋とか行きたいなと思うけど、でもなんか2人友達になりたい人がいた。2人友達になりたい人がいて、でも卒業して1人からさ、その1人からなんか DM でなんか彼女がどうのこうのみたいな、なんだっけ、何のストーリーのした時だっけ、なんかでその彼女いるっていうのをその DM で知って悲しくなっちゃった。あ、ええー、みたいな、彼女いたんだみたいな。わかりますこの感じ。なんか別になんか好き、めっちゃ好きじゃないけどさ、ちょっと恋人いたらショックみたいな人いません、いませんか。あ、そうなんだみたいな、彼女いつからみたいな、ちょっと詳しくってなったけど、まあまあまあ、お幸せにと思って。教育面白？嘘、教育、嘘、そんなおもろいか。そう、そんなおもろい。そう、彼女とどうのこうのみたいな。来て。いや、そんなはずはない。だって昔ツイッター掘ってた時は、なんか今まで彼女できたことないみたいな書いてたんだもん。あ、だから、あ、そうなんだと思って。あ、そうなんだ、この人今までそんなあれなんだね、彼女できたことないんだ、へーとか見ながらやったんだけど、数年経ってびっくりだよね。 DM で届くと思うか、彼女いていいみたいな。マジかよ、嘘つくなっていうか、だからその数年の間に彼女ができたんだと思うんだけど、ちょっと悲しくなっちゃった。じゃなくて、あ、休憩上がるからまたね、あと2時間バイト頑張って、2時間頑張って。最近できたのかな。いや、最近じゃない。ちょっと待って、最近じゃない。いや、だって、いや、前もさ、めちゃめちゃさ、握手会来てくれるわけじゃなかったんだけど、本当にたまーにいるみたいな、たまーにいるみたいな感じの人だったんだけど、本当に急にマジいなくなって、彼女できてたってこと、あ、そういうことか、あ、そういうことか。普通でもなんか仕事が忙しいんだと思ってた。彼女かよ、なんだ、おめでとうだね、よかったな。よかったな。その時期からでしょうね。うわー、マジか。そっか、コロナ明けてみたいな、コロナ明けてか、それか、あ、だから引っ越してみたいな、引っ越して
まあ、職場変わってなのかな。それで、まあ、それそれやん、それやんけ、絶対それだわ。うわマジかよ、負けたわ負けとは、はにゃはにゃ、負けとは。すごいね、出会い職場でも大抵出会い職場になっちゃわない、なっちゃわないです。そんなめっちゃさ行動力のある人だったらさ、じゃあマッチングアプリ登録して1日何人ともやり取りして、なんかご飯じゃあこの日に行きましょうとか言ったりとかさ、合コン行ってとかさ、なんかいろいろで、じゃあ飲みの場行き自分で行こうかなとかさあるかもしれないけどさ、多分そういう人の方がさ少数派じゃない。だから普通に出会いってさ職場でしかないよね、きっと。ほぼ。あとまあ、ね、趣味があれば、じゃあアイドルのファンの人だったらさ、このオタ活の場で会うとかさ、そういう感じになるよな。あ、昔は職場が多かったけど今どうなのかな。でもさ最近さ、最近でもマッチングアプリの人多くないですか。なんだかんだわかんない、広告で出てくるだけ。なんかマッチングアプリ、なんか結婚するカップルの何組に1人はマッチングアプリでみたいなさ。でもマッチングアプリが楽だよなきっと。最近ナンパして結婚した友達いるよ。え、それは最近ナンパして秒で結婚したのか、最近その出会いがナンパだった、どっちでもいいか、どっちでもいいか。そうだよな、どっちでもよかったわ。いいね。あら、きょんちゃんだね。ごきげんよう、ごきげんよう。スキューバのインストラクターの時モテてた多分だって。え、すごっ。え、スキューバの人はモテるわ。だって沖縄にいたさシュノーケルの人とかさ、かっこよく見えたもん。いやかっこいいんだけど、多分普通にかっこよかったんだけど、余計になんかかっこよく見えるもんね。それはモテるわ。あ、ありがとう。ナンパして付き合って同棲して最近結婚したって感じ。すごいな。え、友達マッチングアプリで知り合った人と結婚した。おめでとう、おめでとうすぎるな。だってマッチングアプリってさ、あれじゃん、だってそのなんかさ趣味でつながるみたいな、だから趣味が合う人をさもう探し出せて、だからもうすでに共通の趣味があるっていうのはもうクリアした人の中から探せるみたいなさ、効率良さそうだよねマッチングアプリって。だからアイドル AKB ファンですと書いといたら、でもアイドルファンって書くとあんまよくられるかな、女の子からしたら。あ、じゃあそっちに時間とお金と使われちゃうかなるか。マッチングアプリ良さそうだな。すごいね、でも実際に結婚してる人いるの本当にすごいよね。あ、ごきげんよう、ごきげんよう、ごきげんよう。マッチングアプリに手出さない人も一定数いると思うよ。だってえ、それってさ、なんで手出さないんだろうね。反対派ってこと？
も見たことあるのは、見たことあるのはっていうか、自分と、あ、なんだっけな、自分と別れた時、仲悪くなった時っていうか、なんだっけ、またどうしてマッチングアプリするんだろうなって思っちゃうからみたいな。待って、うまく、なんだっけ、どういうあれだったっけな、ちょっと私うまく言えないな。まあでも怪しい人もいるだろうからな、怪しい人っていうか、それはもうさ、自分で守るしかないよね。そうでもなんかさ、じゃあでも出会いが欲しいとかさ、恋人が欲しいとかさ、結婚したいって言ってて、でもマッチングアプリしない人はよくわかんないよね。よくわかんないねっていうか、一番効率良さそうな感じするじゃん。だからもったいないな、もったいないなみたいな。そう。最近まつげが。私めっちゃゆっくり喋ってるくないか、ゆっくり喋ってるくないかっていうか、めっちゃ私配信してるくないか。まあ日曜日だし、いっか、今日日曜日で、あー失敗しました、無理、せい、うわー、え、ちょっと待って、マッチングアプリでさ、かき氷好きの人探したらいいってこと？待って、答え出た、かき氷好きの、あの犬系、なんか犬系ですみたいな、犬系ですみたいな人を、探したら、きっと私より早起きして台帳を記入してくれる。めっちゃいいな、それ。いるかな、かき氷好きの、ちょ、誰かマッチングアプリいたら教えてください。あの、かき氷好きの犬系です、みたいな。犬系で、で、しかも、わー、しかも、そうだな、何がいいかな、難しいな、もう、あー目が痛いな。まあでもこればっかりは怖いんですわな。え、てか待って、私マネージャーさんに連絡しなきゃいけなかった。ババン、かゆい、よし、あ、これだ、なんか話そうと思ったんだけど忘れた。それだ、あれが食べたい。いや違うな、くしゃみでやばい。ミュート間に合った、天才かもしれない。
ショールームのミュートってマジでやりにくいんだよな。なんで、なんで、なんでそんな、なんでそんな押しにくい感じになってるんだろう。やめてほしい。いつもハラハラする。いつも、いつもミュートのボタン連打して、どっちが、ミュートのボタンちゃんと反応してくれるのと自分のくしゃみどっちが早いかって。マジでハラハラしてるんだよな。トゥトゥルトゥトゥーン。え、来年のコナンの映画って何ですか？あ、ハロウィンの花嫁みたいな、あれ怪盗キッドだっけ。うわ、見に行こうっと。あ、コナンだと思ったらちゃんとコナンだった。そう、事件解決の時の BGM ね。みんな、みんな一度は聞いたことがあるであろう。そう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 。焼きとか食べたいな。寒いしね。寒いし、すき焼きとか。あ、全然違った、ハロウィンじゃなかった。え？そうだ、それこの前さ、タイトル発表されてたよね。で、なんかコナン読み、コナン読みがうんぬんみたいなんで、当たった人がどうのこうのみたいな。それなんて読むの、結局、結局とか言って。100万ドルのなんだっけ、それなんて読むんでしたっけ。コナン読み結構おもろいよね。いや、でもコナン読みおしゃれだよね。で、沈黙の15分って書いて沈黙のクォーターって読むんだよ。おしゃれー。わかんない、ちょっと感性があれか。あ、五稜郭で道しるべって読むんだ。いやー、それは読めないよね。誰も読めないよ、それは。でもなんか当ててた人いるんだよな、なんか。なんだろう、で、五稜、そ、あれってこと、その、舞台は分かってたってこと。舞台は分かってて、道しるべ的なみたいな、道しるべ的なのでどうみたいな感じなのかな。すごいだろ。ててててて。トゥルトゥル、キーが違うな。トゥルトゥルトゥトゥルトゥル。え、コナンのテーマっていいよね。コナンのテーマっていうかさ、アニメのさ、ルパンのテーマとかさ、ずっと愛されてるさ、アニメのテーマってめっちゃ良くない？まあそういうコード進行とかも全て計算し尽くされているんだろうがだろうが耳なじみっていうか、そう、聞きなじみもあるんだろうが、いいよね、本当に。ね、本当にね、日本のアニメはすげえよ。あ、私失敗した。もういいわ。うんうんうんね、コナンの主題歌いいよね。俺は高校生探偵工藤先生、あれいいな。毎年毎年説明してくれるのマジ優しいよね。20年間、コナンって今何作品ぐらい出てんだろう。でも
20年間30年ぐらいで毎年毎年全部説明してくれるじゃん、ちゃんと。本当ににわかに優しいにわかに優しいけど、でもああいう説明ってマジさ、知ってる人が見たらさ、うんうんってなるけど、初めて見た人ってマジ一瞬じゃ覚えられないよね。ええみたいになるよね。びっくり。なんかめっちゃ今日鼻水出るんだけど、鼻水っていうか、あのなんて言ってるの、マジで水みたいな、ほぼほぼ水分みたいな、一番あの立ち悪いやつ。トゥルルルルン、トゥルルルルン、すごいなコナン。コナン見に行かないと。今は映画は、あ、今映画あれだよね、今はあれだよね、全然出てこない、あれだ、飛んで埼玉。今飛んで埼玉しか知らないな、やってる映画ってなったら。他の映画ってなんかやってます、やってますっていうか、やってるのはやってるんだけど、飛んで埼玉見ました、だって。飛んで埼玉ってでも結局さ、わかんない、私ちゃんと見たことなくて、あれ舞台は何舞台はっていうか、時代は現代なの？現代だけどさ、なんか違うよね、違うよねっていうか、現代だけどなんかちゃうくない？ちゃうだなみたいな。ゴジラとキタロウ、あ、キタロウ、待って、私この前ルンバちゃんと会った時にキタロウの話したような、したような気もしなくも、その時にちょうどあれだったんかな、ビジュアルなんか発表みたいな感じだ、それであれだ、あれなのかな、覚えてるのかな。いいね映画。でも映画マジで、映画はね2回見ないと理解できないんですね。2回見ない。1回だとちょっと私無理なんですね。苦手なんですね、結構映画って。一発で状況把握できないんですね。どうしたら、その能力は一体どこで鍛えられるんですかね。困ってんのよ。困ってんのよっていうか、誰かとじゃあ舞台見ましたとか映画見ましたとかなった時に、その相手とその同じ次元で会話ができないのが申し訳ない。あそこのさ、誰々がさ、どうこうするシーンでさみたいな言われてさ、はやみたいな、そんなあれあれみたいな、そんなシーンあったかいなみたいな本当にむずいんだよね本当にね。そう、忘れちゃうんよね。あ、そういうことか。理解です。こんにちは。
から2回3回見てくれたら嬉しい。もう一回見ようよみたいな、もう一回見るみたいな感じで言ってもらえたらハッピー。マジでちょっと眉毛サロン行きたいな、ネイルも行きたいしな。大変大変。いやなんかうわこれにしよう。あらごきげんよう。ごきげんよう。あ、コミさんは見終わった後に内容分かってないアミさんに説明するようになってきてられた。あーそういうこと。あ、アミさんに説明、私が説明しないとってこと。あー確かに確かに。っていうかその自分が何とかしないとみたいな立場で鍛えられるみたいな。いやまあそうだよな、そういうこと。映画もそういうこと。でも私そんな、映画はのんびり見たいじゃん。映画はのんびり見たいじゃんって感じだけど、楽しいですね。てか映画か。アニメもなんかしんどい気がするな。昔は見てたんだけどな、アニメだから。それこそコナンとかさ、ポケモンも見てたしさ、昔はめっちゃもうさ、学校から帰ってきてさ、ずっと全部のアニメさ、はなかっぱぐらいのサイズ感にならないかな。だって10分、あれ10分じゃん多分。1話10分とかさ、そんぐらいじゃん。ちいかわとかだとちょっと短いなって感じだから、全部はなかっぱとかそれぐらいのアニメ、おじゃる丸とかさ、忍たま乱太郎とかさ、10分完結でたまにこう前後編あるみたいなさ、それぐらいだとちょっと優しいかもしれない。どうみんな。全然。あ、アニメも映画も家だと他に誘惑があって集中して見られないだって。あ、そういうことかな。いや、そう、たまにさ、そうなんかさ、見ようかなみたいなさ。たまにそう、アニメ見ようかなみたいな感じでさ、見てみたりするけど、なんかもう長くてしんどいんだよね。長いなーみたいな。いやでも違う、いやでも待ってよ、でもさ YouTube は見れるんだわ。でも YouTube は基本2倍 1.75 倍とか2倍とかで見てるから、アニメがあれなのかな、テンポ感がゆっくりで。YouTube のさ、そのめっちゃ早口のやつに慣れちゃってっていうことなのかな。じゃあアニメも2倍速で見たらいいってこと。でも大森真帆さんに怒られそうだな。大森真帆さんにセリフのこの間がいいんじゃんみたいな言われそう。いやでも実際絶対そうなんだよな。いや実際そうなんだよな。だってYouTuber さんも絶対倍速で見てほしいわけないもんな。自分作ってるしな。自分作ってるしなっていうか、間がね、間にこだわってさ、めっちゃカットしたりさ、
してるのにさ、それでさ倍速かけられちゃったらさ、それが伝わら 100% で伝わらないから、あーってなるよね。あー悲しいなーってなるよね。昔のジャンプ映画のアニメ、ジャンプアニメの映画かな、ジャンプ映画アニメ短かった気がする。ひー、え、今日日曜日、私何し、あ、そうだ、やばい、保育園で、保育園で保育園の子たちと歌いたい保育園の子たちとお歌を歌いたいわ。歌ってくれるかな、歌ってくれるかなって園は許してくれるの前提なんだ。子供に、子供に受け入れられるかどうかの話してるけど、そもそも多分 NG の不審者だから、あ、すいません、どちら様ですかってなっちゃう、入れないですから。皆さんやめましょうね、そういうことするの。あら、はじめまして、初めて。みんなそんな日プーで見てる人と見てない人さ、見てない人本当に多分伝わらないからな。今この配信を見てくれてる数人の見てる人いるのかな。よし、よし、いいね、日プー、すごいね。初めて私さ、ちゃんと何オーディション番組みたいなやつ見たんだけど、面白かったすごい、とってもとってもとっても面白かった、すごいねって。なんか頑張ってる子たち見るとさ、あ、自分も頑張んなきゃなってなりますよね。年取るとさ、あ、まあそりゃそうか、年取ると頑張ってる若い子を応援しがちって思ったけど、それは年取ったらだって年下の方が人数多くなるもんね。そりゃそうだわな、そりゃそうだし、そっちの方がかわいいもんね。そんな同い年と同い年の子たちもさ、そりゃそうだよ。今日お気に入りのかき氷屋さん行きたかったな。なんでお休み、まあ、日曜日だからなんですけど、まあ、日曜日だからなんですけど、日プ見て何回泣いたことか。え、でもさ、そう、昨日のさ、そのなんか順位発表みたいなやつさ、あれはなんかさ、全員分涙出るよね。あれは泣けるよ、泣けるしさ、そう、木村カエラさんの声がすごくすごく最高って感じで、でみんなもさ、それぞれさ、名前呼ばれてさ、ちょっとコメントみたいなあるんだけど、個性あふれててさ、なんかいいねーって、いいねーってなったわ。お風呂行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。
あ、昨日号泣レベルだとパフォーマンスでもないとすぐあれだ、日文見て、日文見てたぜがコメントしてくれるようになったありがとう。みんなの推しメンは入りましたか、入りましたかとか言って、入らなかったって言われたら、でも励ましてあげられる術がないんだけど私には。でも、じゃあ昨日さ、自分じゃない子が呼ばれて他の人のためにあんなに喜べるの素敵だよね、だって。いやでもそうだよね、美しいよね。だって最後のさ、あのデビューメンバー11人なんだけど全員で、そうだから11人目のメンバーさ発表された時に、もう自分じゃ他の子の名前が呼ばれたらさ、もうイコールそれさ、もう自分がデビューできないってことじゃん。でもさみんなさおめでとうみたいな感じでさ近づいてきてくれたりとかさ、いろいろそういうのがあるわけじゃんみんな。いやーすごいよね。すごいよな。でもお昼からトレンド、そう昨日も言ったけど、お昼からトレンド入ってて本当にびっくりしちゃった。もっと夜だと思ってた。こんなお昼に放送されてるんだと思って。あれテレビ放送でも違うよね、あれもアプリで放送っていうかさ配信されてたってことだよね。あ、それでさ、昨日そう TikTok、 もうさデビューメンバー11人決まった後にさ TikTok 見てたらさ、多分山本すずちゃんって子がいるんだけど、その子が多分空手かなんかを習ってて、そのね空手教室の子たちの動画みたいなのが流れてて、なんかめっちゃそれが良かった可愛かった。みんなほんと小学生とかなんだろうけど、めっちゃなんか山本さん投票お願いしますみたいなやつ。でもコメント1週間前とかって書いてあったから、きっと1週間前とかに投稿されたんだろうけど、え、これなんかもっと前に見たかったと思って、なんでデビュー決まってから流れるんと思って、おすすめちょっと仕事してってなったんだけど、でも素敵でしたすっごい素敵だった。それがいいねっていいねってなりました。分かったぞ、これを塗ってないんだわ。オッケー。で私のテーマソングっていうの、あのテーマソング「リープハイ」っていう曲なんだけど、毎日聴いてる、あのあれに入れて、あ練習生公開した頃から、あ公開された頃から応援してた子入って嬉しかった。えすごっ、公開された頃から応援してる子入るのってめっちゃすごいね、すごいねっていうかあれじゃん、見る目あるってこと。私結構絞られてきてからじゃないとさ、絞られてきて本当になんかなんか大体なんかこの子がどういう子みたいなさ、そういうのいろいろなんか分かってきてからじゃないとさ決められない人なんだよ。だから初めとかで100人とかいるわけじゃん、そこで見つけた子がさをずっと応援するできるのもさ、その子の努力もすごいしさ、見つけるセンスもあるってことだよね。どっちもすごいよね、それは。どこのあれなんだろう、レーベルなんだろう、レーベルっていうかレコード会社どこなんだろう、ソニーとかなのかな、何にも知らんな。いやもうどこでもいいんだけど、
でもレコード会社が大事とか言うじゃないですか。頑張ってほしいね。鼻水が出る。大変。やばい。オッケー。すすすす。あ、日文見てないと SNS のおすすめタイムライン、あ、高永、え、どういうこと、どういうこと、日文見てないと、あ、まあでもそうだよね。楽しみ、いつデビューするんだろう、デビュー曲楽しみ。デビュー曲。でも一個めっちゃ面白いツイート流れてきたの、おすすめのやつでさ、練習生がなんだっけ、100何日間かだったのよ。わかんない、130とか多分それぐらいだと思うんだけど、130日間なんか成長し続けた練習生と、130日間何も成長していない視聴者の皆様みたいな、なんか視聴者の俺らみたいな、そういう自虐というか、そういうの流れてきて、おもろってなった。でも本当にさ、そのチプ初めてオーディション番組見るの、ちゃんと見たの初めてだったんだけどさ、短期間で人ってこんなに変わるんだってさ。全然踊れなかった子がさ、めっちゃ踊れるようになってたりとかさ、もうその子の努力でしかないんだけどさ、人ってマジ努力でどうとでもなるんだなって思うよね。素晴らしい、人々に勇気を与える道くん。またなんかやってほしいね。やってほしい。あれってでも毎年やってんの？毎年やってる？ナイス。あ、2年おき、それは大体でもさ、あれだよね、それがさ、女性グループとかさ、日本のグループとかは限らないってことだよね、きっと。だってさ、わかんない、2021年はさ、あれじゃない、男性男の子のグループじゃなかった？あれだよね。わあ、グループ名忘れちゃった。みんな名字珍しい系の。忘れちゃった。悔しい。19も21も男性だって。そうだったんだ。オッケー。じゃあまた2年後ワンチャン女性アイドルかもみたいな。まあでもその時の市場によるんだろう。市場っていうか、その男性アイドル作りましょうとか女性アイドル作りましょうとか、いろいろね、兼ね合いがあると思うか。それにもよるのかな。男性男性ってきたから女性女性ってなるとは限らないみたいな。
くしゃみ出る。めっちゃ配信でくしゃみしてるな。え、ミュート押せないんだけど。それだ、そう、JO1。 え、JO1 とさ、ね、イニって読む？合ってる？あ、合ってる。イニ、イニって読むの？それってそのグループ名は。最近の、でもさ、 K-POP、 なんかたまたまこの前テレビ見たらさ、見てたら K-POP アイドル特集みたいなやつをしてて、もうグループ名マジ全然読めなかった。難しすぎて、どのグループも。あ、これでこうやって読むんだ。まあまあ言われたら、あーなるほどねってなるけど、やっぱ初見で、初見ではむずいぞーみたいな。あ、イニじゃないんだ、 INI なんだ。 INI なの？いいの INI？ あ、まあ、INI でいいのって思ったけど、私も AKB だったわ。英語そのままアルファベット読むか、そりゃそうだよ、ね、私も AKB だったわ。そうだそうだ、 INI も別にそんな不思議じゃなかった。どういう意味が、どういう意味が込められてるんだろう、 INI。 OK。 え、すごい、なんかティッシュがさ、ティッシュ、小麦粉、なんか謎の匂いがするな、このティッシュ。嫌いじゃないからいいけど、不思議。これとなんか、なんて言ったらいいの、大福の周りの粉大福の周りに粉ついてるじゃん、あれの匂いがする。大福食べたいなあ。もちとりこ、あ、それかもね。もちとりこ臭のティッシュってこと。斬新だね。斬新でよろしいな。オッケー。ふう。私何時から配信始めたか。誰か3秒以内に教えて。最近大福食べてないから大福食べたいな。いいな。2時45分、ちちちち、2時25分だって。ん？お、2時間ぐらいやってるってこと。今日はのんびりだったね。まあ日曜日だしね。そうか、私洗濯物干してたもんね。そうだったわ、そういえば洗濯物干すのから始まり、ありがとうみんなお付き合い。ズンズンズン。これと豆大福って美味しいよね。めっちゃわかる。豆大福美味しいんだよな。そう、今はなんかしょっぱい系のがいいな。なんかそのいちご大福とかさ、そういうなんか別にシャレたそんな甘いやつじゃなくていいや。豆大福、普通の大福でもいいし、美味しそう。いけ、いけ、あ、入った。
え、楽しかった配信ありがとうって。ありがとう。優しいね、みんな。おーい。おーい。え、ってか待って。今週の土曜日イベントってことは、それまでにちょっと痩せといた方がいいってこと？もしかして？だってチェキだもんな。加工できないもんね、チェキって。うわ、じきに加工できるチェキ出てくれるんだろうな。いや、ちょ、来たい来たい来たいみたいな感じだよね。うわ、出てくれないのかな、加工できるチェキ。うわ、さすがにチェキは無理か。待って、鬼鼻水なんだけど、なんで急に。今日は寒いからってこと。もう無理やからワイワイ諦めたぜ。本当？諦める。1週間諦めるな。1週間ぬくみぐらいは取れるやろ。毎日毎日サウナに通ったら多分変わりそうじゃない、見た目は。あれ、痩せたみたいな。あ、待って、私そうだ、いろいろ。あ、土曜日に向けて髪切った。本当？いいね。あ、チェキのポーズ考えなきゃ。チェキいっぱい撮りましょう。ワク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 。ねえ、本当に口内炎なんで。私なんかしたかな。あ、来週仕事ハードなので食事ぐらいしか楽しみないので無理っすわ。だってご飯っていいよね。美味しいご飯を毎日食べたいって。お菓子が美味しいんだよね。良くない良くない、本当に良くないです。美味しいものが溢れすぎてるこの世の中が終わり。本当にそれ。いや、昨日コンビニでめっちゃ美味しそうなさ、なんかなんだっけ、美味しそうなやつ見つけたんだよな。どこだか忘れた。セブンかな、なんか雪だるま、お餅みたいなやつ。何だったっけ。てかさ、ここ今さ配信してたところさ、配信してたところヒーターあるからさ、結構あったかいんだけどさ、一歩外に出たら極寒でビビったんだけど、どういうこと。どういうこと。寒すぎでしょ。新しいリップが欲しい。あ、もういいか。ガチで切れそうなぐらい寒いから出かけるなら気をつけて。ほんま？ほんま？日本中寒め？今日雪降ってる。だって、いや、東京、え、東京雪予定あります？東京さすがに雪予定ないよね。福井も雪降っとるんやろか。大丈夫やろか。東京は降らない。さすがに東京はまだか。え、でもどっかさマイナス何度みたいな日ないっけ。今週どっかさ最低気温マイナスみたいなとこなかった、東京で。気のせいか。
名古屋雪予報ガチガチ。よし、これと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 みたいな感じか。オッケー。クリスマスルクリスマスらへんマイナス。ホワイトクリスマスってこと？ワンちゃん？東京でホワイトクリスマスなんてないよな。あんま、まあ、あるはあるか。やだ、自分の髪の毛綺麗すぎてどうしよう。おいっと。いいかも、いいかも。え、ってか、あ、ちょ、なんでもないわ。ラーメン食べたいねラーメン。よし、これして、これして、これを拾い上げ、拾い上げつつ、難しい。え、でもさ、来週でも晴れは晴れだよね、きっと。東京とか、東京らへん晴れは晴れ。とりあえず寒いです、夜みたいな感じとりあえず寒い、寒いけど、寒いけど夜みたいなノリなんかな。それだとちょっとしんどいわね、結構。つつつつ、私の、あ、難しいな。雨予報は今のところないけ、あ、じゃあ雪も降らないか。そうなってくると、まあ雪でも雨よりは雪の方がいいよな雨よりは雪の方がいいよな。やっぱ雨はね、雨濡れちゃうよね、濡れちゃうよね。だから、あー無理だな。ああ用事終わって帰ってきてもまだやつ作る、幸せだった、ありがとう。優しいね、みんな優しいね、みんなで、みんなではないんだけど、ありがとうございます。今日はのんびり日曜日なんで、ちょっとゆっくり配信しようか思って。やってみました。ねえ、私 C さんの真似似てると思わない？誰にも伝わらないか。そうだよね、あんま伝わらないね、ごめんね。特技 C さんのモノマネって書いていいかな。いや、どこにどこにって感じ。誰か、え、ね、似てると思わない？あんまり、あんまりですか皆さん。あんまりか、そっか。シーサーの真似、いやいや、最近もう世の中で、最近世の中でもうシーサー来てるからさ。え、さっきから全然問い入れてないんで。え、そうそうなんよ、そうなんよ、さっきから。でもバチボコ遠いわけではないと思うんだけど。え、でも違う、まだそのさ、このセリフの数も少ないからさ、そのあれがないじゃんね、あれがないじゃんっていうか、その比較、あの何、比較ができないというか、判断材料が少ないという
そういうことです。よろみーよ。よいしょ。あ、いいんじゃない、これで。いけ。いけ。いや、まあいいか。オッケー。じゃあランキング読みたいと思います。13位オレンジさん、ありがとう。12位ヤナさん、ありがとう。11位天野さん、ありがとう。10位セルちゃん、ありがとう。9位ピースさん、ありがとう。8位がミッキー、ありがとう。7位が山形かかしさん、ありがとう。6位がちくわ豆腐さん、ありがとう。5位がわかちゃん、ありがとう。4位ミックニア善次郎さん、ありがとう。3位がキューちゃん、ありがとう。2位がわたもちさん、ありがとう。そして1位がわでさんです。ありがとう、ありがとうございました。お疲れ様でした。いや似てるんだよな似てるんだよな。なんでわかんないのかな、みんな。なんでかな、なんで。私がもっとちゃんと、もっとちゃんと練習。あ、でほら鬼似てる。え、今の、え、本当に分かったの。じゃちょっとコツ掴んだかもしれん。似てる。え、気使ってる、もしかして。みんな大丈夫そう。ちょっと待って、ちいかわ。あ、でももう、あ、しさちゃん、あ、ちょっと待って、あれ、しさちゃんの話ってさ、もうあれか。あ、間違えて高評価しちゃった。ちゃんとアニメ見てる？楽天カードマンです。8割ってマジいいやつだよな。ちいかわ、新しい女子はとってもいい。あ、これシーザー喋るっけ。お、喋るぞ。おー、あー、いらっしゃい。難しいな、いや難しいな。いや、もう待って、一言で終わったんだけど、シーサーの出番シーサーの出番、まず一言、マジで一瞬で終わってしまったんやが、大丈夫そう？ま、また練習しよう。これからきっと出番多いだろうしね。期待です。あ、じゃあそうだ、ランキングだった。読んだんでした。じゃあみんな、また。急に終わる、まあ、配信は急に終わるものだ。じゃあみんなまたね、バイバーイ。